私が一番大切にしているところというのは、やはりもちろん礼儀という部分はちょっと大きいですけど、具体的に言うとやはり挨拶、ありがとうございました、ありがとう、そういう相手に対しての、まあ、それも全てリスペクトだったりするのですが、私がなぜワンチャンピオンシップに参戦したかという理由については、私が新しいことに挑戦したいという気持ちが一番強いところにあります。何でも先ほども申しましたが、父親に挑戦しろと言われたので、その心を胸に新しいところに挑戦するという気持ちを持って参戦させていただきました。ワンチャンピオンシップが掲げるいろんな思想、思考、私にはやはり武道とつながっているのではないかと思っております。礼儀、やっぱ相手に対してのリスペクト、やはり挨拶、もう一番基本的な部分というのをものすごく大事にしている団体だと思います。なので私もそれは柔道で培った気持ちがあるので、私とよく似てるなと思ってすごく共感を得ています。私のワンチャンピオンシップでのゴールは、アジアの人たちが毎週見れる、どんなところでもどういう時にでもワンチャンピオンシップを見れる、そういう環境を作ることが私の最大の目標だと思っております。